明日マナちゃんが中学の入学式なんですね。とてもおめでたいことです。とてもおめでたいので1日早く伝えていこうと思います。というわけで今日の企画、中学の入学式1日早く伝えてみたらマナちゃんは学校に行くのか。最高の企画だ。そんな今日中学の入学式じゃん。今日中学の入学式だって。何時から？ほら、もう、やばくない？ちょっと。今何時？もう8時になる。え？うん。え？さっき友達行ってきたよ。さっき言っててもらったけど。あ、顔洗うの？ほら、そんな、跳ねてる暇ないって。いいじゃん、初めから遅刻したって人でマジ覚えられるよ、きっと。覚えられる。嫌な覚えられ方だよ。でもいい、それでいい。それでいい。ないないない、ソーラン節。早く、本当に間に合わないじゃん。パンできてないじゃん。はーい。どちら様ですか？どちら様ですか？お前ちゃん、中学校どうしたの？え？入ってきた家。明日道に迷ってほしくなかったから、僕今日練習させてあげようかと思って。なんで？カメラに映る私がカッパみたいな。そんなわけで、あのね。そんなわけ非常にお腹が空いてきております。でね、そんなわけで今日は久しぶりにお寿司でも食べに行こうかなと思いまして、はい、まなちゃんのお金でね。で、今日はまなちゃんのお金でお寿司を食べに行こうと思うんですが、今まなちゃんがちょうど部活から帰ってきたんですね。今日は午前練だったみたいで、結構長く4時間ぐらいやってたのかな。相当疲れてお腹もペコペコだと思うんですよね。で、まなちゃんはそんなお腹ペコペコの状態でお寿司屋さんに行けるということで、もう楽しい。僕はタダでお寿司が食べれる。楽しい。ああ、高村さん。まあ、でも。あ、動くな。寿司屋と言ったらさ、寿司屋と言ったらハンバーグじゃない。寿司屋と言ったらハンバーグですよ。卵にしたの？マナちゃん卵にしたんだ。マナちゃんちょっと卵ってちょっと子供だねやっぱ。卵に言われたくないね。いいんだよ。僕すごい大人のやつも食べたけど。
来た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 。え？子供じゃん。頼むもの子供じゃん。全然子供じゃないって。それ私のお皿、お箸、私の。やめなよ。なんで？僕が飲み込んだんじゃん。夢のようだ。一回やってみたかったんだよ。ハンバーグに囲まれる生活ってのを一回やってみたかったんだ。やば。あ、出ちゃった。普通のご飯じゃん。ご飯とハンバーグ。野生の猿が出没している。見せられないよ。何してんねん。ハンバーグうめえ。何やってんの？ん？ハンバーグ。ハンバーグ屋さんじゃん。うめえ。人の金で食うご飯が。美味しいね、いいね。美味しい美味しい。めちゃくちゃうまい。人の金で食う味が。本当に美味しい。自分の金じゃないから。